皆様こんにちは。プロレス動画維新軍実況のパヤシです。ジョブ、一般的には仕事という意味ですが、プロレスにおいては興行を盛り上げるための負け役という意味となります。この引き立て役の仕事によってプロレス興行が成立していると考えると非常にうまいネーミングですね。そしてこのジョブを引き受けるジョバーが下手くそでは試合が盛り上がりません。ただ相手に負けるだけではなく、相手の技をいかにダメージ少なく派手に受けることができるか、説得力のある攻防を織り交ぜて見ている人を引き込んでいくかを意識しながら戦う必要があります。まさに仕事人ですね。今回は以前にこのチャンネルで紹介した昭和の負け役レスラー8選が割と好評でしたので、その第2弾をお届けします。第1弾は説明欄に貼り付けておきますので、よかったらそちらもご覧ください。藤原義明。まずは圧倒的に多かったのがこちらの藤原義明。キャリアの後半は関節技の鬼、組長などと呼ばれ、その実力が世間に知れ渡っていましたが、キャリア前半は道場での圧倒的な強さとは裏腹に、失礼ながらそのいかつい風貌と、まだ80年代の前半には認知されていなかった地味な関節技中心のレスリングスタイルも相まって、前座レスラーのポジションから抜け出せませんでした。しかし猪木がスパーリングパートナーや海外遠征に帯同させるなど、新日本プロレス内ではその実力は折り紙付きのものでした。無口で職人気質の性格の藤原は、表向きは淡々と負け役をこなしていました。彼のジョバーとしての質の高さが際立ったのは、師匠である猪木との対戦の時です。第1次 UWF が崩壊し新日本に戻った藤原は、旧 UWF 勢による猪木への挑戦権をかけた戦いで前田明を下し、猪木への挑戦権を獲得します。しかし前田との白熱した戦いとは正反対に、猪木との対戦では完全に猪木のペースに飲み込まれた様子を見せ、最後は猪木のチョークスリーパーで完敗。試合後に猪木の反則気味の攻撃に怒った前田が、猪木の顎を狙うハイキックを放ち、新日本対 UWF の全面抗争に入っていくのです。実はこのハイキック事件、猪木から本気で蹴ってこいという指示があったと後に前田が語っています。つまり前田のキックを引き立たせる怒りを呼ぶような試合展開を藤原がこの対戦で引き受けたのでしょう。さすが前田との熱戦と猪木戦での負けムーブ、この落差はさすが名ジョバーと言えるのではないでしょうか。広斎藤も多くの視聴者さんからコメントをいただきました。中学卒業後新日本に入団した広斎藤は、海外修行中にカナダのプロモーターに悪役としての才能を見込まれ、金髪となりヒールとしてのキャリアが始まります。そして上田馬之助との勤労コンビやスーパーストロングマシン高野俊二とのカルガリーハリケーンズなどで新日全日とメジャー団体を渡り歩きました。どちらの団体でもジュニアヘビーのタイトルを獲得しますが、共に短期で手放します。しかしプロレスの技術には評価が高く、ジャイアントババは斎藤を評して、ジャパンプロレスの選手は広斎藤以外プロレスが分かっていない、お前は日本のハーリー・レイスだなどと発言しており、長野や健介なども公式の場で斎藤の実力の高さをアピールしています。しかし当の本人は、俺目立つの嫌いなんですよ、チャンピオンになりたい欲全然ないです、プロレスラーになってからも思ったことがない、だって人前でなんかするのって一番嫌いですから、と語っており、その言葉通り長野や天山らと後に一大ブームを巻き起こす NWO ジャパンの前身ともいえる狼軍団を結成したが、新日正規軍との戦いにおいて負け役を引き受けるのは決まって一番先輩であった広斎藤でした。しかもしっかりと斎藤の代名詞である戦闘は決めた上で、最後は乱戦の中で相手の大技をきれいに受けての負けムーブは、90年代のプロレスの花であったチーム構想においてはなくてはならない役割であったと言えるでしょう。タイガー
ー戸口。タイガー戸口は1967年に日本プロレスに入団。アメリカに修行に行っている間に日本プロレスが崩壊したため、そのままアメリカマットを主戦場にしていました。しかし師匠でもある大木金太郎に誘われ、一時帰国し、大木との指定タッグで全日本に参戦しました。このコンビで馬場鶴田組を破り、タッグ王者を獲得すると、ジャンボ鶴田のライバルというポジションとなり、鶴田とシングル戦で抗争を繰り広げました。このように全日本では馬場鶴田に次ぐポジション、つまり後に日本を代表するレスラーとなる天竜よりも格上という待遇を受けていたのですが、IWGP 参戦を名目に新日本プロレスに移籍をします。しかし新日本に移籍後、彼に与えられた仕事は負け役だったのです。移籍の名目であった IWGP では予選で猪木に敗戦し、本戦には参加できませんでした。最後の開催となった1982年の新日本の MSG シリーズに参加するも、その役割は完全にかませ犬。前日では鶴田とライバル関係であった男が藤波にピンフォール負けをするという扱いだったのです。さらにはデビュー間もない小錦の兄であるアノアロ・アティサノエに対しても負け、ブックを飲まされたのです。この扱いに不満であった戸口はその後全日本復帰を目論みますが、馬場の反対で失敗に終わり、アメリカマットに戻ります。その WWF でもビジネスとして負け役を一手に引き受け、長く活躍をしました。寺西勇は大相撲を経て1996年同門の永元遥と共に東京プロレスに入団。東京プロレス崩壊後は国際プロレスに移籍します。その国際プロレスでは高いプロレス技術が評価され、エースであるストロング小林からピンフォール勝ちを奪ったこともあります。しかし主に寺西に与えられた役割はポリスマンでした。後のスーパースターであるダイナマイトキッドの初来日戦や、ラグビーからの転身の期待の新人アシュラハラのデビュー戦などでその役割を果たしてきたのです。これについては国際プロレスの社長であった吉原から信頼があったからという説もありますし、逆にこの時代のレスラーには必須だった海外修行に行ったことがないという経歴からトップレスラーにするつもりがなかったという説もあり、真偽は定かではありません。国際プロレスが1981年に崩壊すると、ラッシャー木村、アニバル浜口とともに国際軍団を結成し、新日本のリングに上がります。しかしここでも新日対国際軍団の構想の中で負け役を引き受けるのは寺西の仕事でした。その後新日ではアニバル浜口とともに維新軍に参戦した時期には実力を発揮し、タイガーマスクと好勝負を見せたり、全日本に参戦してからはアニバル浜口とアジアタッグも獲得しています。しかしその後はジャパンプロレス勢が新日本に出戻りする中、全日本に残りますが目立った活躍もなく、怪我の影響で1992年に引退。その後1994年に一時的に復帰するが、すぐにプロレス界から離れたのです。レスラー人生をほぼ中堅として終わらせた寺西ですが、国際時代にポリスマンの役割を担っただけあり、師匠であるビル・ロビンソンからしっかり叩き込まれたシュートでの実力はかなりのものがあったようです。国際時代からの盟友であったアニマル浜口は寺西の受け身のうまさを歴代ベスト3に入ると絶賛しています。また先ほど述べた通り海外経験はないのですが、ショルダースルーを食らっても足から着地して反撃するムーブを日本人レスラーで最初に見せたり、まるでメキシコで修行をしてきたかのようなアクロバティックなレスリングも得意としていました。このムーブは初代タイガーマスクとの試合に生かされていました。もしタイガーが突如の引退をしなければ、もしかしたらその構想でもっと名を上げたかもしれませんね。山崎和夫。最後に紹介するのは山崎和夫です。高校卒業後新日本プロレスに入門。若手時代の高田信彦との対戦は
青春のミサイルキック合戦と言われ、第1試合でありながらこの対戦を見るために早い時間から観客が入っていたと言われています。また佐山聡の付き人でもあった関係性から、その後佐山のタイガージム開設時に新日本を退団、インストラクターを務めて佐山の第1次 UWF 参戦にも同行します。しかし佐山の退団後もそのまま UWF に残り、崩壊後の新日本に合流したのです。ここでは藤原義明と共に IWGP タッグを獲得しました。その後第2次 UWF にも参加し、旗揚げ戦で前田と対戦、キレの良いハイキックでダウンを奪うなどし、その実力を世間に知らしめました。第2次 UWF 崩壊後は UWF センターの旗揚げに参加。ここまでの実績において山崎が高田に次ぐナンバー2のポジションだったのは異論のないところだったのですが、選手ながらフィクサーとしても活動していた宮戸は、高田を猪木のようなスーパーエースとして確立をしたいと考えており、そのために山崎を負け役として利用するようになります。大物選手をブッキングしては、高田との対戦の前に山崎とぶつけて高田との試合の引き立て役となり、対戦相手がいなければ高田との対戦でまたも負け役に回るというポジションだったのです。これには宮戸が山崎のことを嫌っていたという説もあります。結果山崎はこの辺りの待遇に不満がたまり、ユーインターから離脱して新日本へ戻りますが、これは当時権力を握っていた長州が山崎のことを高く評価していたからとも言われています。その後は中堅の実力者としてタッグ戦線に長く君臨、引退後も解説者としてレスラー出身者としては異例の分かりやすい解説で視聴者を楽しませてくれました。いかがだったでしょうか。負け役といっても藤原のように会社からのプッシュをされずにくすぶっているタイプ、ヒロ斎藤のように実力は高く評価されながら本人がトップ戦線に出る気がない生粋のジョバー、タイガー戸口のように冷遇されたジョバーと、海外でビジネスとして割り切ってジョバーといろいろな経験をした人、寺西のように苦しい団体の事情の中で黙々と役割をこなしていたり、山崎のように新団体の目指す方向性に巻き込まれて思っても見ない役割を演じなければいけなかったケースなど千差万別ですね。1日の興行で5から10試合が行われるプロレスは、毎日必ず負ける選手が生まれてきます。いかに負けるかも興行上大切なことです。そしてプロレスには受けの美学がある。受けの美学と負けの美学、そう考えるとこの2つを巧みに操るジョバーこそが真のプロレスラーと言えるかもしれませんね。それでは今日はこの辺で、皆様ご視聴ありがとうございます。